この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしております。みたいな感じでね、花嫁みたいな格好してる人が随分いっぱいいたんですけど、新幹線集団自由席結婚式みたいなのでも行われていたんでしょうかね。降りたらみんなチリチリに来ましたから、同じ団体というわけでもないようです。仙台では二十数分間の乗り換え時間がありますから、ここで何か食べ物を用意しないと、ここから先はしばらく場所がないようです。ああいうね、気の利いたものがあって本当にようございました。さすがそういったものも仙台にはある、都仙台だなと思うものです。まあ、ただね、これを気を超えてしまいますと、もうしばらく札幌までこのレベルの街はありません。まあ、毎度言っていることですが、そういうことですから、ここから先は少々また覚悟の必要なエリアにもなるかなと思っております。今日は平日ではなくて、休日ですからね、このように数多く人も来ているというわけです。多分高城ぐらいまではこの混雑と戦いながら移動するということになってしまうでしょう。東北地方で唯一の直流電化による JR 路線仙石線の旅が始まりました。使用されているのは205系電車です。それはともかく早速上がってきて、もうね、高城のあたりはすっ飛ばし、ただいまご覧いただいておりますのは松島海岸、松島の海です。東北本線の松島駅もここからそれほど離れていない場所にあります。本日も松島見物でしょうかね、大荷物のお客さんが何人か降りていくのが見えました。高木町行き伊豆が始まります。はい、高木町に到着です。当駅はね、仙石東北ラインの接続の駅であります。まあ、ですからね、ここ高木町からこのようにね、向こうに東北本線があって、こちらに仙石線がある、その間にね、こう1本通っていて、一つのお隣の駅が塩釜駅ということなんですね。実際に塩釜駅と高木町駅がね、こうつながっておりますのでね、だからここに高木町駅があって、塩釜駅はね、ちょっとまあすぐ近くに松島って駅なんですけど、松島から塩釜まで10キロ以上あって、ちょっと地図に収まりきってないんですね。塩釜駅はどっかこの辺りにあるはずです。
で、この高木町駅のこの辺りから仙石東北ライン、まあ、これが JR では、仙石東北、仙石線東北線接続線みたいなそんな名前なんですけど、これでこっちの方へ行ってずっとこう行くということになっております。で、実際にはただですね、実際にはというか制度上はこれがそうではなくて、ここの高木町駅とそれからこの松島駅、なぜか分かりませんが、どうもね、このポイントの部分がね、松島駅の構内扱いになるらしくて、ここから先松島まで、こうすぐにね、こうなんですか、こう繋いでいる、このような路線だとして扱われるということなんですね。線路としてはこっち方面にしか行けなくて、松島駅としたらこうやってスイッチバックしないといけないのですが、線路は高木町から松島まで繋がっていないんだけれども、制度上そのように扱われているわけです。ですからもう一度運賃表を確認してみますと、高木町の一つお隣の塩釜が240円、そのもう一つお隣が松島ですが、ね、2駅先の松島の方が運賃が安くなるというなかなか奇妙な現象が起こります。ですから高木町から松島までの一応営業距離では 0.3 キロということになっているようですが、ここが日本一短い切符の旅ということにやるとすればこの区間になるようでございます。時間さえあればね、タクシーで松島の駅まで行ってみようと思ったんですね。往復600メートルだから一瞬なんですけど、でもね、47分の発車なんですね。あと3分で今から別の駅まで行って乗ったら、それはそれで逆にすごいですけど、タクシーもすぐそこにおりますんでね、乗りたいものなんですが、しかしちょっとここはやめておいた方がいいかなと思います。この先の乗り継ぎなどいろいろとございますからね、本当は行きたかったんですが。今ね、高木町がこのように仙石東北ラインの小さなターミナル駅として、ターミナルというかね、分岐の駅として使われておりますけれども、私が知る限りというか、前にここへ来た時はね、まあ、ずっと前ですけど、高校生ぐらいの時かな、この駅は代行バスへの乗り換え駅として使われておりました。ここまでしか仙石線が通っていないという時期がありまして、ここから先バスに乗り換え石巻方面を目指すということになってました。途中のびるという駅があってね、そこが津波の影響をもろに受けて駅舎がめちゃめちゃに壊れていたのをよく覚えております。現在のびる駅の周辺は線路どうも付け替えたようで、違う高台のあたりを経由するようなルートを取っているようです。いや、松島まで行こうと思えばなんか行けたような気もするな。ね、だって300メートル往復600メートルでしょ、ってことは多分タクシーで2分ぐらいしかかかんないじゃないですか。まあ2分もかかんないですよね、多分ね。でもまあそうは言ってもね、残り3分というところで、ちょっとタクシーに乗ってどこか行ってから何かに乗りに行くというのはちょっとそれはおかしい考えですからね。繰り返しのご案内にありますけれども、右奥方向からやってきた、これが仙石東北ラインの列車です。ただしこの列車はね、松島駅を経由したという扱いで運賃の計算をしているんですが、実際には松島駅は経由しておりません。そのまま塩釜駅からまっすぐに入ってきました。なおハイブリッドディーゼルカーとなっておりますが、それにもちゃんと理由があって、これはね、この石巻線じゃなかった仙石線が直流でなぜか電化をされているからという理由があるわけです。それに対して交流で電化されている東北本線、その間とはね、まあ、硬直両用の電車を通すのと、それからじゃあディーゼルカーによって走らせるのと、どちらが良いかということをいろいろ勘案したら、多分こっちの方がハイブリッドの方が安いという結論になったんでしょうね。またディーゼルカーというね、ディーゼルの車両であれば、ここから先石巻線で女川方面まで直通させることもできます。交流電化、直流電化、非電化、全部直通できる、これは確かにいい方法かもしれません。乗車中のこの快速列車、電車ではありません、列車ですが、この列車はディーゼルエンジンで発電して、それでバッテリーを蓄えるという、要するにハイブリッドディーゼルカーです。そのため音が静かになったりうるさくなったりという、なかなか面白いところがあります。これでまた今充電してますよという実況画面まで外に出してくれる、これは親切というのがよくわかりませんが、まあやはり退屈しのぎぐらいにはなります。途中の駅もたまに通過して、気分は本当に心よく、また速やかなものです。遠くの方に松島などがちらちら見え、仙石線は実は割と景色のいい区間でもあります。これは松島の影響が大きいでしょう。しかしその先を過ぎると、特に高木町より北のあたり、ここはかつて大津波が襲ったところでもありました。そして仙石線もしばらくの間バス代行輸送を強いられました。ただいまその辺りでも特に大きな被害を受けたノビルの町周辺は高台にもう町ごと移転するということになり、仙石線も全く以前とは違うルートを通るようになっているはずです。もう間もなく到着いたしますのがノビルです。もう全く私が昔来たノビル駅のその場所とは本当に異なります。新しくまた架線の、その柱ですとか、それからホーム、バラストなどいろいろ設けられたということがこの映像からもお分かりいただけるんではないでしょうか。
ノビルはこの辺りでは少々大きめの駅でございます。このノビルを出ますと列車はまた元通りの線路へ下っていくということになります。ですからこの線路から少々ねこう前の方を透かしてみると左右に大きく S 字に大きな大きな S 字を描きながら列車が高台からこの元の高さへぐっと降りていくとそのような風景を見ることができます。この辺りは本当におそらくねもう大変な被害を受けたところでお家などを見るにも全て新しいような建物それがずらっと続いているような場所でもあります。遠くの辺りなどを見るとちらほら松が見えあれは波に耐えたそのようなもう松といったところでしょうか。荒涼とした景色でこのような見え方をすると何も知らないとねただの美しい景色かなと思ってしまうんですがしかしその裏にはあのような大きな悲劇があったのだということもまた私たち日本人であればもうすぐにですねあの当時のことをみんな覚えているでしょうからこの景色を見ればわかるかと思います。貨物列車なども うねうねと止まっております。上の町石巻宮城県第二の町石巻に列車のんびり入ってきました。現在は仙石東北ラインの方が石巻への主流のルートとなっていて先ほどというか私が本日通ってきた仙石線は石巻へのルートとしてはちょっと違っているなといった状態です。陸前係矢本陸前小野仙石東北ラインに乗車しましてね石巻に到着しました。まあ仙石東北ラインといってもずっと乗ってきたのはただひたすらに仙石線ですからただ途中からねその東北ライン経由の列車に乗り換えたというだけに過ぎません。この列車は快速でしたから途中もね割と飛ばしてくれましてそれなりに早く来ることができました。もともとはね仙石線にも快速電車が通っていたんですが仙石東北ラインの開通と同時にこちらが全て普通列車かということになりまして高城の人はね仙台へ行くのに時間がかかるようになったから少々不満なようです。それはそうだろうと思うんですけどまあでもねしょうがないでしょう。もともと石巻へ早く行くための列車だったわけですからね。石巻は製紙の町としても大変有名でいつも間違えてしまうんですが石巻が大王製紙あっちが苫小牧の方が王子製紙だったかなというふうに記憶をしております。こちらに停車している貨物列車もおそらくは紙を運ぶそんな列車なんではないでしょうか。もともと当駅から王子駅まで貨物列車が出ておりました。王子駅から、ね、分岐する非電化の貨物列車貨物線北王子貨物支線というのがあったんですがこれがね2012年くらいに廃止ということになりましてね私1回も見たことないんですよね。いや走ってるの1回だけ見たことありますけど写真撮ったことないですね。なんで行かなかったんだろうというのはバカだなと思うんですけどもう仕方ありません。なくなってしまったものは現在でも街の中に廃線跡などがある独特の光景です。この手のキハ110型、キハ100型などにはね、2人掛けのボックスシート、まあ、つまり、これ1人分の横の分しかなくて、なんですか分かりますよね、ボックスというか対面のクロスシートという感じですね。そういう座席があります。これはかなり座りにくいものです。まあ、座りにくいというのは、つまり誰かが座っていて、その向かい側に告知かけるというのには勇気がいるものです。まあ、東京の通勤ラッシュに慣れている人であれば、もう簡単にたやすく座ってしまうかと思いますが、やはりこのようなローカルですと、なかなかそれには抵抗があるという方が多いようで、これがですね、なかなか向かい側に座ってくる人がいない。つまり実質、向かい側にね、ほぼ確実に人が座ってこないという座席なわけで、これ随分快適なシステムなんですね。一方で、もちろん座席がね、無駄に設置されていますから、ちょっと残念な気分もするものです。当然ね、私としても向かい側に誰かが座って来られるようにね、ちゃんと開けておきますし、もちろん誰かがここよろしいですかなんて言って来られた際に、ああ、もうどうぞどうぞもちろんですよ、みたいな感じでね、歓迎というのかな、快諾するわけですが、しかし、まあ、そうは言っても、ほぼ確実に誰も座ってきません。ね、これね、僕、まあ、その席を取れた人にとってはいいですよね。あとは、私もね、混んでたら、私も遠慮なく座っちゃいますんで、もしかしたらね、座ってる人が、ここいつも誰も来ないのに、この人、うわ、空気読めない、勝手に来ちゃったよ、みたいな風に、思っておられるかもしれないですね。なお石巻のね、古戦橋にはね、いつもこう、南京錠がかかってるんですね。まあ、おそらくカップル、アベック、その皆さんがですね、ここになんかね、誓いを立ててこう、ロックをされていくんだろうと。当チャンネルのね、コメント欄にて、この南京錠が撤去されたというね、これコメント、連絡をいただきましたので、はぁ、そうなんだと思ってね、こう旅行中の間にね、こんな、なんですか、南京錠をね、わざわざつけていったのに、それが取られるなんて本当に随分長い旅行なんだなと思っていましたが、こうアベックたちもね諦めが悪くてですね、このようにこうまたしっかりと作り直したところです。確かになんか前はもうちょっといっぱいあったような気がしますね。
しかし別に東京がね素晴らしいところだというつもりはないけれど、端的に言いますが東京であんなもん流行ってないと思うんですけどね。見たことないですよ。地方特有って言ったら、いや別に石巻の文化と東京の文化が別なのはそれは当たり前で、別に全然悪いとは思わないんですけど、ただね東京がなんかかっこいいみたいなそういう、ね、慣習もあるようですから、とりあえず参考程度に私から申し上げておきますけれども、東京でこういうのをやっているのはめったに見ることはありませんということです。あれですよ、本当にね私も別に東京が優れてるなんて全然言わないんだけど、何度も言うようですけど、なんかうちは田舎だからみたいな感じで、全然別に田舎でも問題ないと思うんですが、ただ田舎にお住まいの方がね結構そのことをね自虐的に言われることがありますので、本当に東京に合わせたいとお考えの方がいらっしゃるんだったらということで、こんなに申し上げさせていただきますが、あくまでですからそういう方にとっては有意義な情報かもしれないけれど、別に何度も申し上げますように東京が優れてるとかそういうことはありませんよね。別に石巻は石巻の文化をこう生きていけばいいんだとお考えだという方は全く問題ないことですから、どうぞもう続けていただければと思うんですけど、ただ石巻の文化を守るのはいいと思うんだけど、勝手に公共物にああいうのをつけることには問題がありますからね。ここまで乗ってきたのは、何だったっけ忘れちゃいました、石巻線ね。石巻線から乗り換えますのは今度は陸東線ですが、すぐに乗り換えて古川まで行って、そこからは新幹線で北へ行くことになります。